はい、こんにちは、グランピーの池田です。春になってきましたね。春といえば、保育園ですとか 幼稚園への、まあ、入学の季節なんですけども、そんな時にですね、ママチャリでこう送り迎えするのももちろんいいんですけども、こういうものも、あれば、まあ、こういうのにお子さんが乗っていけば、まあ、送り迎えもより一層楽しくなりますよというのが、あります。それがこれですね。合わせて紹介します。サーリーのビッグダミーと、イエップのチャイルドシートの組み合わせですね。まあ、お父さんの送り迎えですとか、ちょっと休みの日にですね一緒に乗っけて遊びに行くとか、そういう使い方になります。で、これロングテールバイクなんですけども、荷物がたくさん乗ってやっぱり長い分安定するんですね。で、今回はお一人お子さんを送り迎えするというので、1個装着しています。で、実はこれロングテールのビッグダミーの場合は前に1つで後ろに、2つ装着できて、まあ、3人まで行けますよという特徴があります。で、今回はお客様のカスタムの依頼で、フレームはグランピーペイントで、青色の濃い色にペイントしてます。で、それに合わせてビッグダミー の後ろの天板ですね、こちらも同色の青に、ペイントしてます。やっぱり送り迎え一緒にお子さんと自転車に乗るっていうのはもうすごい貴重な時間で、まあ、一生のうちにも、数年あるぐらいなんですね。こういうカスタムは非常に楽しい、一つだと思います。で、こういうイエップのチャイルドシートの特徴がですね、簡単に、取り外しができて、装着ができるというものになるんですね。で、こういう樹脂の、椅子のところもですね、すごいクッション性が高くて、乗り心地が良いというものです。で、身長に合わせてこのベルトの高さも、変えれますので、まあ、例えばこう外して上の方にこう装着するんですけどね、肩の高さに合わせてこう変えてあげるというものです。で、まあ、お子さんを乗せるときはもうこの前のところをこう外してですね、でここによよいと乗せていただいて、これをつけると。で、普通の自転車と違うのは、まあ、ビッグダミーの場合ですね、こう両立スタンドが結構しっかりしたのがつくんです。これですね。で、これをドカッとつけていただくとお子さんもすごく乗せやすいと。で、実際に使っている方はもう遊園地に行ってるような感覚でお子さんが乗ってですね、保育園に着いたら他のお子さんが乗せてくれと、わんさか来るそうです。そんな感じで使ってます。で、この両サイドのバッグもですね、結構使い心地が良くて、例えば送り迎えした帰りの買い物のものとかですね、幼稚園保育園で使う布団の持ち帰りとか、普段こう車でやるような荷物の運ぶのもこれでできちゃうよというものになります。これ、まあ、ビッグダミーだとこう大きなカバンにも変身できるバッグがついているので、これはまた別でご紹介したいと思います。はい、こんな感じですね。で、イエップのチャイルドシートは、まあ、ビッグダミーに限らず、サーリーの、まあ、ロングホールトラッカーですとかクロスチェックのような、自転車にも装着できます。で、カラーもすごく豊富です。で、大体、13色ですね、まあ、限定カラーがちょっと追加されて14色になったりするんですけども、好きな色、自転車に合わせて選ぶことができるというものです。で、人気なのは、シルバーとか、ブラウンなんですけども、こういうホワイトカラーですとかパープル、オレンジというような結構カラフルなものも用意しています。で、こちらは価格が2万5000円になります。で、こういうキャリアに取り付けるタイプで、キャリアがつかないタイプはシートチューブにつくタイプも別途ありますので、ぜひぜひチャイルドシートならイエップを
で、グランピーにも、在庫しております。でオンラインショップも、店頭でもどちらでも、すぐに、お渡しできますので、ぜひ一度チェックしてみてください。はい、ということで、今日はビッグダミーとサービスビッグダミーとイエップのチャイルドシートの、ご紹介でした。自転車生活楽しんでいきましょう。はい、では終わります。